それでは男子 400m ハードルです。予選第1組の選手をご紹介いたします。第1レーン清水くん、同志社大学。第2レーン赤木くん、日本体育大学。第3レーン久保くん、立教大学。第4レーン柴田くん、中央大学。第5レーン長野くん、早稲田大学。第6レーン有吉さん、関西学院大学。第7レーン岡田くん、法政大学。第8レーン今井くん、富山大学。以上8名でスタートです。女子の三段跳びは東海大学佐藤さん、1回目は 12m27、 追い風 0.8m。 そしてその後の天理大学吉田さん、残念ながら赤い旗。女子の三段跳び1回目が終了です。1回目終了時点で筑波大学の剣持さん、筑波大学は 12m30、 そして同じく 12m30 で東京女子体育大学岡野さんが現在トップ。そして続いて東海大学の加藤さんが 12m27 で現在第3位。57。2着今井くん、富山大学、51秒97。3着岡田くん、法政大学、52秒39。